どうもこんにちは。今回はですね、実際の電気自動車を使用して様々なね検証を行うという企画になりますが、さあ今回ね検証を行う電気自動車は、はい、この直近ね、検証を行っている、はい、中国黒船 EV ですね、BYD AT3 ということになりますが、今回ですね、一体この AT3 使ってどの検証をやるかというとですね、はい、ちょっとリベンジマッチやりたいと思います。前回ですね、高速距離テストとハイスピードテストやりましたけども、ちょっと結論から言ってですね、いろんなアクシデントありました。1個目は、ちょっとですね、外気温が低すぎたんですね。で、そのことによって、ちょっと冬場に近い、性能テストになっちゃいましたので、ちょっと、競合と比較してもですね、燃費が悪かったってところですね。まあ、なので、もうちょっとですね、暖かい条件下で検証を行いたいっていうのが一つ。もう一個は、ハイスピードテストでですね、充電残量低い状態から検証を行ったらですね、最後、充電残量がですね、3210みたいな。で、なんかニュートラル入って、ハザード勝手に焚かれちゃったみたいな。相当、電結の危機みたいなことがありましたけども。まあ、なので、ハイスピードテストもちゃんと120キロ制限ちゃんと出すことができなかったと。まあ、いうことがありますので、いずれにしてもですね、そういうのも含めてですね、高速距離テストをもう一回ですね、ちゃんとした条件下で検証を行いたいというところで、今回ね、リベンジマッチを行うということです。まあ、なので、ちょっと今回の動画はね、もう、キュッとね、まとめて、で、最後ですね、競合の EV たちと比較してですね、この BYD AT3 の電費性能がね、どれだけ優れているのか、それとも優れていないのかっていうところをね、こう、答え合わせしていくということになりますが、現在ですね、エビナ、サービスエリアの、これ、下り線ということになりますので、とりあえずですね、このまま、御殿場、静岡方面にね、ずっと進んでいくと。で、途中、どっかで折り返して、またね、エビナサービスエリアの、この上り線にね、戻ってくるというルートを使いたいと思います。まずはね、時速100キロ。で、エアコンつけてね。ちょっと今エアコンつけてなかったんで、エアコンつけちゃいますけども。はい。エアコンつけてね、巡航する、航続距離テストをやっていきたいと思います。現在のですね、これ外気温が、ほら、20度。完璧です。完璧ですね。まあ、なので、今日はですね、もう、外気温、まあ、この外的要因は、まあ、今のところはほとんど完璧ですので、この条件下でね、果たしてどれだけの、はい、EV 性能、航続距離、電費性能を達成できるのかと、早速ね、見ていきたいと思います。さあ、現在ですね、御殿場にね、向かうですね、このうねうねのね、道と、右ルートと左ルート、私はね、右ルートを選択しているわけですが、はい、このね、うねうねの道におけるですね、この自動運転支援のレベル、精度、どんなもんなのかってところですが、はい、今ね、今完全に、やってくれてます。やってくれてます。やってくれてます。はい。でもですね、こう、車がですね、こう、ハンドルが右左、右左。あー、右に寄ってる。でも自分で耐えた。自分で耐えた。けど、あー、左はきついか？左はきついか？左に前が車がいる。でも、あー、耐えてる、耐えてる。これ今、制限速度ジャストプラスぐらいかな。だけど、今耐えましたよ。よく耐えた、よく耐えた。よく耐えた、よく耐えた。制限速度プラスちょいぐらいだとなんとかなるってことですね。ただここやっぱり皆さん流しますから、流すともうダメですね、ここね。うん、まあそういうことです。今左が結構狭くなってますけども、今ちょっと左カーブになります。はいはいはい。まあこれ、ここら辺は大丈夫ですね。ここら辺は大丈夫。まあ、もう終わっちゃいましたね。まあ、だから、まあ、悪くないんだけど、でもやっぱりあのうねうねのカーブでは、まあ、正直言ってこう安心して任せることはできないかなっていう感じですね。ちょっとねこう左に寄るのかな。いや違うか、右か、ごめんなさい、間違えました。ちょっとね右に寄るのかな。なんか要するに左カーブになった時に、要するに外側に行っちゃうんですよ。そこがねちょっと安心してちょっとね任せられないかな。まあ自動運転支援のねもうレビューはしましたけども、ちょっと補足としてね皆さんこれ必ずですね、この御殿場行く時には通るうねうねの道どうなのかと、まあ、結論から言って、まあそこまでこうですね安心して任せることはできなそうかなと思います。さあ、そしてですね、御
場周辺に近づいてきましたけども、今ね、まもなく、最初のね50キロの、ね、地点を迎えるということになりますので、まずね、電費ですね、はい、平均ね、50キロ分の電費性能しか表示されませんから、はい、この、ね、50キロ間隔で確認していくということになりますが、さあ50ジャスト、今の平均電費 20.0 20.0kWh/100km、 つまり 200Wh/km と、はい、今のところね、快調に飛ばしていますので、はい、今後もね50キロ間隔で、レポートしていきたいと思います。さあ現在充電材料、まあ、72% と、まあ悪くない感じですね。で、平均電費ですけども、はい、ジャスト100キロ 141Wh/km、 めちゃめちゃ電費良くなってますね。 141Wh/km と、まあ、いうことなので、やはりですね、後半の50キロは、これ下り坂になってますから、はい、電費が良くなってるということがこれで分かるかなと思います。やかましい。さあ150キロ地点がねもう目前になりましたね。はい、そのね燃費はズバリ、うるさい、154Wh/km と、まあ、いうことになりましたので、いや、この区間もですね非常に燃費性能いいかなという感じですかね。で現在ですね充電材料が今 59% と、はい、まもなくですね、これね、折り返し地点ですね。あんまりですね、ギリギリはもう、今回は攻めませんから、ある程度ね、折り返し地点も迫ってまいりますので、どっかでね、折り返して、海老名方面にね、戻っていきたいと思います。テストがね、これスタートしていますが、すごい雨です。さあとりあえずですね50キロ最初のですね50キロの地点がねこれ間もなく、到着通過することになりますが、ちょっとすごい雨だ。音が聞こえてるかな、音が拾えてることを祈りたいと思いますが、はい、今50キロジャスト通過 23.9239Wh/km です。まあこの大雨と時速120キロということを、まあ、踏まえるとですね、まあこの雨とですね、はい、時速120キロっていうのを考えると、まあ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 ぼちぼちな、すごい、距離テスト、そしてハイスピードテストのね、両方、今回はですね、まあ、前回の、まあ、特にハイスピードテストでね、連結仕掛けたっていうところのですね、まあ、リベンジマッチというところでね、果たして、今回ですね、より正確な、検証の結果ですね、このアット3の航続距離、どうなったかと、早速ね、
総括していきたいと思います。はい、こちらのね表、2023年製 BYD@3 ですね。まあ、60kWh ぐらい使えるという概算になります。あの電費がね、あの繰り返しになりますが、電費があの記載されませんので、ちょっとですね、あの正確な数値が微妙ですけど、多分59かね、そんぐらいです。なので、まあ、58.56kWh っていうのがおそらくもうフルフルで使える、そういうような仕様ということがこれでも判明するわけですが、さあ今回の航続距離テスト、時速100キロ巡航、ズバリじゃじゃんと388キロ、すごい、これは相当いい結果が出たんじゃないでしょうか。前回の結果326キロでしたね。なんでこんな電費上がってんだとこれ思ってる方たくさんいると思いますが、それはですね、やはりこの外気温なんですね。外気温が特にですね、この航続距離ですと、前回の航続距離ですと、まあもう5度、あの非常にですね、こう寒かった期間が結構、あの区間がですね結構あったというところもあるので、やはりですね、その分だけ燃費が悪化していたんじゃないかと。一方で今回はですね、18度から20度と、まさに電気自動車のね燃費性能において、まあ理想状態だと。そしてそのですね、航続距離とともに燃費性能ですね、はい、6.21kmpkWh というですね、こちらも極めて電費性能が高い。そしてですね、今回ですね、やっぱ一番注目しなければならないのは、ハイスピードテストと。ハイスピードテストの結果がズバリですね、263キロ。はい。ということで、前回のね、ハイスピードテストの結果、216キロしか走行できなかったので、それと比較してもですね、これかなり、まあ、航続距離をまあ伸ばすことはできたと。一方で、注目しなきゃならないのは、その、差ですね。ズバリその比率 67.8% と、つまり時速がまあ20キロ近く上がると、燃費がまあ極端に言えば3分の2ぐらいまで下落してしまうというですね、相当な差が開いてると。じゃあこのですね、航続距離、燃費性能、そしてその比率がですね、競合とどれだけ、違うのかというところを見ていきたいと思いますが、はい、やはりですね、今回ですね、比較しているのは全部シングルモーター仕様ですので、今回のアット3とね、これガチンコの競合電動 SUV ということになりますが、はい、電費性能の王者ですね、すぐ右、テスラモデル Y RWD と、はい、航続距離407キロ。航続距離にすると、実はですね、モデル Y RWD とほとんど同じような航続距離になると。他方で注目するべきは、その電費性能ですね。6.85kmpkWh と。やはりですね、モデル Y の方が一回り、車格は大きいです。それにもかかわらずですね、やはり電費性能は優れているというところからもですね、やはりモデル Y のやっぱ電費がですね、非常に優れているというところがね、まあこれで、まあ分かってくるのかなと、まあ思います。まあちょっとね、平均車速が、96キロだったので、まあ、ちょっとモデル Y に有利に働いてる感も否めませんが、まあ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 いいでしょう。で、次に、優秀だったメルセデス EQB ありますけども、こちらもですね、6.8kmpkWh ですから、うん、やはりですね、電費、やはりドイツメーカー優秀かなというところですね。そして、じゃあこのアット3とちょうどマッチする車種、それがですね、すぐ右のヒョンデアイオニック5と、ラウンジ RWD グレードと、まさにこれガチンコのですね、競合になりますけども、航続距離は、まあ、50キロ近く、45キロぐらいかな。アイオニック5の方が長いというところですね。ただ、電費性能が一緒。まあ、なので、バッテリー容量を積んでいる分だけアイオニック5がちょっとリードする。まあでも、航続距離の差は、まあ40キロ、50キロ程度だというところですね。まあそのようにして考えると、やはりですね、このアイオニック5と、やっぱり同等の電費性能、やはり今回のアット3の電費性能が非常に優秀だというところがね、まあ今回の結果からもわかると。他方で、注目しなければならないのはですね、やはり、ハイスピードテストの結果ですね。まず大前提として押さえなきゃいけないのは、今回ですね、ハイスピードテスト、大雨でした。大雨、まあ、半分ぐらいが特にですね、もう本当にもう豪雨っていう感じでした。なので、これは、間違いなく電費性能に悪影響を与えてます。だから、実際は、もうちょっと良くなります。まあ、なので、どうでしょうね。まあ、300キロはいかないけど、まあ、でも、そんぐらいの電費性能になるんだと。時速120キロで巡航するとということなので、僕の中の結論としては、今回のアット3に関してはやっぱりですね、ハイスピードになればなるほど、やっぱ電費性能的にはそんなにこう、要するにハイスピードの領域はあんまり得意分野ではないんだということですね。で、それをまあ一点考察する判断材料になるのが
CD 値です。CD 値。はい。例えばですね、まあ、高速走行で非常にこう優秀な電気性能を叩き出している、例えばテスラモデル Y なんかですね、0.23 っていうですね、で、CD 値達成していたりですね、まあ、例えばですね、まあ、メルセデスとかもですね、0.28 とか、まあ、そういうふうに、まあ、ちょっとやっぱモデル Y が圧倒しているわけですが、その中でもですね、今回の AT3、0.29 なんですね。だから、やっぱりですね、この CD 値があまり良くないことによってですね、高速走行でもあんまりこう、電費性能上がってこないんじゃないかと。まあ当然ですが、そのモーターの出力比とかね、あそこら辺も要するにこう、シティの方にやっぱりですね、振っている分、高速域ではあんまり効率的ではないのかなっていう、まあそういう見方も可能かと思います。はい。まあいずれにしてもですね、このようにですね、今回まあ航続距離テスト、まあ比較、まあしていくとですね、なんとですね、今回の BYD AT3はですね、ちゃんと、はい、まあ、他のね、EV と同じような条件下ですね、外気温。まあ、揃えるとですね、実は、モデル Y とかには勝てないけれども、ヒョンデアイオニック5と全く同等の電気性能である。そして、日本メーカー勢の販売している、日産アリア、そしてトヨタ BZ4X、これらのですね、EV よりも、電費性能が優れてると。もちろんちょっと車格がね、まあ、アリア、BZ4X の方が、一回り上だし、セグメントも一個上になりますから、一概にね、この比較を持って、ああだこうだ言うつもりはありませんが、まあ、つまりですね、やはり中国製の EV、というね、こう、いろんなね、こう、色眼鏡で、見てしまう方もね、いるかもしれませんが、電気自動車の性能、非常にね、優秀だと。特に今回の、電費性能、満充であたりの航続距離という観点では、非常にね、これまあ、優秀だということが、まあ、証明されたと。他方で、ちょっとですね、やはり、高速走行は、そんなに得意ではないと、まあ、いうことですよね。それが、やっぱりですね、その航続距離と、ハイスピードテストの差がですね、相当、乖離してしまっていると、まあ、いうことがありますので、やはりですね、ちょっと大雨ということを差し引いても、そんなに得意分野ではないと。だから、まあ、そんなにね、ガンガン飛ばさずに、まあ、時速100キロぐらいを目安に、GPS スピードですけどね。そんぐらいだと、結構いい電費が出るよっていうところ。AT3、まあ、オーナーの方だったりですね。まあ、AT3 のね、購入検討されてる方とか。まあ、あとはですね、おそらくまあ、BYD の EV 全般に、まあ、ちょっとスイールは別だと思いますけども、まあ、ドルフィンも多分同じような、多分結果になると思いますので、はい。中国製のね、まあ、EV の購入を検討されてる方は、まあ、こういうね、数値もね、ちょっと参考にしながらですね、電気自動車、ね、まあ、2023でね、こう本当に、もう検証、相当進んでますね。本当になんか、だって電動 SUV すごいっすね。本当に。モデル Y、EQB、アイオニック5、アリア、BZ4X、Q4E との、そして今回の AT3 と、ちょっとこの表には書ききれませんでしたけども、ボルボの C40 リーチャージとかね、AWD ですけども、ここら辺もやってるし、いやー結構検証が進んできましたので、ね、ぜひ、皆さんのね、所有している電気自動車ね、はい、私のモデル Y を人質にね、交換して、ぜひですね、いろんなね、こう検証、航続距離テストだけとか、ちょっと1000キロチャレンジはちょっと期間的に貸せないけど、充電だけとか、航続距離テストだけとか、それでも全然いいので、一泊とか、もう、一日だけとか、数時間とかでも全然いいので、何か、ね、概要欄に、電気自動車のね、対応フォーム、作ってますから、ぜひね、そこから、気軽に、ちょっとね、あまりにも遠い、ところでもですね、予定をこううまく作って、何かの、こうタイミングで、ちょっとだけ貸してもらうとか、ちょっとお会いするみたいなことも十分可能ですから、まあ、北海道に住んでいようと、沖縄は多分にですけど、まあ、九州に住んでいる方でもですね、ぜひちょっとね、こういうですね、こう、航続距離テストとかね、1000キロチャレンジのようなですね、こう、EV ユーザーから見たですね、正確な、こう、EV 性能の検証にね、協力いただける方は、ぜひともですね、まあ、私のね、電気自動車を、貸していただけると非常に嬉しいかなと思います。はい、そんな感じでね、今回の BYD AT3 ね、リベンジ、果たすことができたというところでね、今回のね、やっぱり検証、非常に有意義だったかなと思いますので、はい、まあ、ちょっとね、やはり、ハイスピードテストの、まあ、結果、前回のですね、やっぱちょっと充電残量を、やっぱり10% 以下、までこう攻めるのは、ぶっちゃけあまり得策ではないっていうところは、一点押さえなきゃいけないと思いますので、そこは、皆さんぜひ気をつけながらですね、はい、
アット3のね、長距離をね、運用していただけるのがいいと思います。そんな感じで、電気消臭購入、いってらっしゃい。